1年生の一番最初の頃に比べて一番最後の3月とかになった自分がものすごい成長してるなって感じたから、それを1年生に体感してほしくて LA に私はなりました。リーダーシップの授業だから、その人が役割を振るのもリーダーシップなのね。だからぜひみんなで作り上げてほしいの。私が一番印象残ってるのはなんかクラス目標を決める時なんですよ。みんなで円になっておっしゃ話そうぜってなってLA でこれからどう何していくみたいな、このクラスどうしていくみたいなのを決めたのがすごい印象的なんですけど、私なんかそういう場で全然喋れるタイプじゃなかった、なんならこう見てるタイプだったけど、そこで私がなんか反応したり、え、これこうした方がいいじゃんって言えたのが初めてがその場だったんですよ。自分ここにいていいんだじゃないけど、喋っていい安心感っていうのを LA で得られる。でそれで聞いてもらうことによって話しやすくなる。でそこから初めて、じゃあこの大人数の前で喋ってもみんな聞いてくれるから自分の意見言ってみようみたいな、うん、すごい成長できる授業だと思う。なんか自分のことってあんまり私多分自分にあんまり興味がないんですよ自分のことあんまり知らないけど、この授業を通して自分も知ることができるし、相手も知ることができるし、変わろうと思えば本当に変われるんだなって思えたのがこの LA の授業だったなって1年生の時にすごい思いました。